こんばんは。なんかお風呂入って、もうお風呂入ったんですけど、あのなんだっけ、なんかあの外今日めっちゃ寒くて、寒かったからもう入ってしまおうと思って入った。で夜ご飯は軽く食べたけどまだです。ちょっと今日コアラの街、ちょっとお風呂入れんけど、でもなんか夏とか冬は絶対帰って、学校帰ってきたらすぐ入る、何もない日は。そう、もうパパって入ってご飯も食べて普通にって感じで。そう、11日公益もありがとうございます。福袋がまだ販売中なので、ぜひ皆さんチェックしてくださると嬉しいです。1個はこの、なんか見えないな、これなんですけど、ちょっとね1個やりたいことがあって、そう、なんかもう帰ってきてお風呂入んないと、あの後々めっちゃさ、めんどくさくなるじゃん、お風呂が。だからいくよ、じゃじゃん、おー、いいね、これなんですけど、こちらののれんだっけ、なんだっけ、ま、なんだっけこれ、ま、これがタペストリーかが入ってるのと、あとは目隠しじゃなくてあのアイマスクのやつもある、私のね目になれるやつがあって、あとアクスタ、これね反射するんだよな、これとこれ、これがバッグとかにつけれるやつで、これがあのなんか、うん、映る、じゃあ映らす、はい、うん、でこれが缶バッジでも、タペストリーも漏れてるけど、一番缶バッジが自分の中では漏れてると思うので、で缶バッジぜひチェックしてみてください。そう、これをこれとこれがついてくるんです、井原ハンナって書いてるやつで、あとこれ目隠し、ちょっとやっちゃったね、一旦やってみるね。あのね、私がね思ってたの、私が思ってたのと全然違うんですよ、見て、ほら、なんかなんかなんかね、目が広くなる、なんかねえって感じ。これでね、みんな電車の中で寝てるんだよ。そう、ちょっとね魚みたいになるんですけど、そう、これもあるので、結構なんかめっちゃ垂れ目みたい、これになる。これもあります。なので皆さんもぜひあの買ってみてください、やってみてください。でもね、めっちゃね、生地めっちゃふわふわしてるんですよ。そう、ちょっとでかい。3月30日の会場戦これでみんなあーちゃんやっほー、あのね、あーちゃん、オンラインお話し会とお話し会の60受付が今日の2時までだったんですけど、
だったよね。70受付もぜひ来てください。完売目指してるので、福岡の会場のやつは完売だ、あの12月24と23は完売させていただいたんですけど、まだ残ってるのもあるので、ぜひ皆さん来てください。パジェロさんとよくってありがとうございます。なんかね、リハの時ね、自分びっくりするぐらいずれてたんですよ。最初さ、でん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 のとかが一人だけ早かったんですけど、あのなんだっけ、東京のお話し会、おしゃべり会も行かせていただくので、そちらも3月行くよ。ありがとうございます。そう、ここちゃんとカレンレンとかに教えてもらいました。でも DMM みたいな、なんか自分立ち位置ばっか見てさ、どこ見てるか分かんなくなっちゃったからさ、ちょっとまたやるときはうまくやりたいな。3月31日と31日追加収録ありがとうございます。ぜひ待ってます。17日19日つぼみとと当選して、おめでとうございます。ありがとうございます。待ってます。写真も当たるかな。そう、写真ね、一人1枚当たるから、7名の誰かに、楽しみに。手やずれて、私もうずっとね、やりたかったんですよ。大人になる熱、その時まで君を愛せない、あと命のこのまま一人終点までついちゃ当たらぬやつ、あれずっとやりたかったからめっちゃ嬉しくて、そう、あとあの日差しの中両手かざして追いかけてるのなやつもやりたかった。17、18と、あ、すごい、おめでとうございます。毎回ね、ありがとうございます。東京は100年ぶりぐらい11月の最高気温、私はね、なんか暑いか寒いか分かんないっていう。でも学校超寒くて、やっと暖房が入りました。もう廊下が換気のためにドアが開い、あの窓が開いてるんですよ。超寒くて本当に、だからもうめっちゃ閉めた。そう、あと19日の研究生公演で初めて亀戸席もあるのでね、劇場でぜひたくさん撮ってください。15日のイベントも行く予定で、あ、社服ありがとうございます。あ、ちょっと私も後で編集してあれなんです。これとあと見せたアクスタとかは11月13日までなので、皆さん予約お忘れなく。私もあの作っとく。最近ね、あの編集ねやってるんですよ、写真とかの。最近やりだした。だからビスの時も初めてあのアプリを使ってやりました。11月は夜勤で忙しいから無理だけど、12月は公演予約、ありがとうございます。インフルエンザも流行って、確かにだって冬だからインフル流行るよね。私もね、結構前に赤ちゃんの時になったんです。小さい頃ほんときつくて、もうなりたくないと思った。
だからいっぱい食べていっぱい寝る。そう、学校は暖房も冷房もあるから好きなようにつけていいけど、生徒がつけたらダメみたいな。19、23で当たれそう、23日は秋吉由加さんの生誕祭に出演させていただきますし、ここで。みつりのちゃんのストーリーに見れてない、やばい、見たかった。誰かスクショしたら、今もいるかな、あるかな。インフルエンザのまだしてない。でも毎年してるっけ、私多分してる、してるけどなる日もあった。秋吉さんと前社服後にご飯に行ったことがあって、そう、おごってくださいました。かすれエクストリーありがとうございます。インフルエンザなったことない。今日ね、新しいねシャンプー使ったからね、マリいい匂い、しかも超サラサラ。社服で初めてハンちゃん見ました、ありがとうございます。私が初めて社服出た時は斉藤さんっていうトリンディエンジンさんも一緒にいて超楽しかったです。超サラサラ、シャンプーの CM いけるかもレベル。あ、そうだ、今日なんかビスのイベント最終日らしいです。あれもうそうですね、ちょっとコアラドライブみたいな、コアラでドライブロコアラでドライブ月明かりも満ちやないでコアラでドライブ、コインだわ信じられない。ハムイ、そう、ね、この前ね、ヒーローちゃんと会った時にね、ヒーローちゃん、私が矯正してるのをし始めてから知ってたんですよ。そうだから、いつも会った時はヒーローちゃんいてっていつも見てもらうんですよ。でこの前、すごいって言って、私前のスキッパがあったんですけど、それがもう埋まってて、もうなんて強制でグッてなって、だからすごいって言って、パジャマドライブセンターおめでとう、ありがとうございます。昨日ひたすぎドラマ1リットルの涙、名前はね知ってるけど見たことはないかも。そう、本当に気をせやすいよ、ほらないんだよ。24日はしゃべるかクロミコスプレする、すごい楽しみにして。そうだからね、ラーメンの麺もねここに挟まんなくなった。そう、お披露目の時とかも出っ歯だしって感じで、今日は毎時間で、そうだから、それまでに用事終わらす。前歯はあんま乾かなくなった、悲しい。でもあれだよ、なんだ
あれだよ、なんだっけ、矯正つけた方が、あれ、矯正つけた方が前歯乾く。うん、矯正のマウスピースつけた方が前歯乾くようになる。だからそれマウスピースしないでやったら、こうして手持ちの扇風機とかで乾いたら、乾かしたらおすすめ。でも今はね絶対いけると思う。はい、来た、もう来ましたって感じで、もうすぐだから、もうあと何ヶ月かしたら前歯乾かなくなるかも。出っ歯がなくなるからね。そう、手持ちの。でも私は何も持たないで今はできる。そうだから、スポーツオブハートを出させていただいた時に、結構写真撮っていただくから、笑いながらさ走らなきゃいけないじゃん。だから走りながら、笑いながら走ってたんですよ、こうやって。そしたら、ま、ゴールした後に「待って乾いた」みたいな、心の中で思ってて、って直してた。本当におもろかった。そう、結構風もあったから、そうだから誰もカメラ持ってない時にで戻した。今公演用にハンちゃんの似顔絵描いて、今までで一番似てる。楽しみ、嬉しい、ありがとうございます。じゃあ希望のつぼみ声の時か、楽しみにしてます。もうすぐ汚い記念写真上がる。お、楽しみ、いいね。けな顔してないかな。ロッキーで前歯か。サーヤちゃんとか一緒の前歯仲間だから。でもリナさん、栗山リナさんも結構手ごわい、めっちゃうまいです、乾かすのが。先輩の中で一番。ねねさんもうまいんですけど、栗山リナさんが一番うまいかなと思います、先輩の中では。リハの時とかね、一緒に乾かして写真撮って遊んだりするんですけど、そう、ゆりさんもね時々してくれる。どんなんだよみたいな。最近ミミリというのはね、ここにいます。そう、前、だいぶ前にね、リナさんと一緒に前歯を出して写真撮ったのをね、リナさんがメールのしてくださって、まあさては大分で学校で、いやそんな、もう全国で全く絶対してないよ。なんかもう気づいたらなってたみたいな。生写撮影の時もなる時、時々ねあるけど、メイクさんがね髪の毛直してくださるとことか時とかあるから。それでね、この時ねちょっと迷ったのがあって、普通の三つ編みにするか、ここにねハートの髪型できるんですよ。なんかこう三つ編みをして、その三つ編みのこの最後ら辺に、ここら辺にハートのやつを髪の毛で作ろうかなとか迷ってたんですけど、メイクさんがこういう写真だからハートも可愛いけど、どっちがいいかなってやってみたら、
ちょっとむずかったから普通のにしました。今度のハンちゃん生誕祭でメンバーみんなで前ばっかり確かに前ばっかり。でもね、結構前から乾いてたけど、前歯はあの前になんかあの歯医者さんに行って出っ歯ですよ、出っ歯だからあの中学生とかだったら矯正始めた方がいいかもですねって言われて中学からやっとしたんですけど、そしたらあの急に矯正するちょっと前ぐらいから前歯乾いたみたいな。いつもあの持久走の時とかの後にめっちゃ乾く自分がいたんですよ。なんかわかる？あのね、持久走とか小学校であのしてたら1年生の時かね、そしたら前歯乾くじゃないですか、口開いてさ、開けてさ走るから、だって出しるからさ結構乾くじゃん、わかります？そう、風もあるからさ、冬だから。そう。つかささん10ありがとうございます。てか RK とラコシさんハートありがとうございます。てかアスカさんはかわいいありがとうございます。てか RK とポテチーさん10ありがとうございます。てか福岡の13 10のクマありがとうございます。てかポテチーさんとコータンさんハートありがとうございます。てかピンカミオさんハートありがとうございます。てかサトシアメありがとうございます。てかアスカさんと向井さんクマありがとうございます。てかヤスさんお菓子ありがとうございます。てかヤスさん10ありがとうございます。10周年のありがとうございます。てかコータンさんとヨッシーハートありがとうございます。てかつかささん10ありがとうございます。てかサトシバラありがとうございます。てかつかささんハートありがとうございます。てかアンニーさんクマの10ありがとうございます。てかうん、こっち、これ京都のやつ、あ、違う、なんか前パパが買ってくれたやつ、塚田さん10ありがとうございます。てかヤスさんクマの10ありがとうございます。てかエルプリメラさんハートありがとうございます。てかブラッドダイちゃんレボスターありがとうございます。てかランニングマン10ありがとうございます。てかロメオさんクマのジュアリットゼマさんてか、ちょっと待ってね。お菓子ボックスの中入ってへん？お菓子ボックスの中入ってへん？ちょっとハプニング。ロメオさん10ハートとクマありがとうございます。てか、ヤスさんお菓子ありがとうございます。てか。コータンさんハートありがとうございます。てかコテちゃんとポテチーさん10ありがとうございます。てかサトシコバンありがとうございます。てかキヨピーチさんハートありがとうございます。てかムサイダーさんハートありがとうございます。てかニャンタさんとポテチーさん10ありがとうございます。てかホノちゃんとコータンさんとコテちゃんとグッチさんハートありがとうございます。てかそうお菓子がいっぱい入ってるあのあるんですよ、箱が。あどあります。全く。あ、危ない。うちら。なんとなんと前ね。
ダダーン、こちら京都の京都タワーっていうね、お菓子のこちら抹茶のチョコボールです。これはねファンの方があるよって教えてくださって、ずっと食べたかったから期間限定でね、なんかあったから買いました。じゃあご飯前ですけどいただきましたと思います。え、めっちゃ大きい、見て。あ、待って、いいこと思いついた。でもさ、枝豆まんみたい。いただきます。うまっ、めっちゃうまい。めっちゃうまい。みんな予想してたか。めっちゃおいしい。なんか私の好きな抹茶の味って感じ。もうなんか一粒がめっちゃでかい。ほら、あ、うまっ。中身が金のスペシャル。中身？これ？ん？金色のチョコボールあるってこと？ん？あ、中身が。うまっ。チョコボールの抹茶バージョン。めっちゃおいしい。当たりあるかな。え、このビスケットが金色ってこと？あ、そういうことね。やばい、何も見ずにさ一口で食べちゃったからさ。うまし。これは普通にネットじゃなくてもスーパーとかに売ってた。これ普通のスーパーで買った。マックスバリュー。私もこれ京都でしか売ってないと思ったんですよ。ありました。うん、お、ぜひ。あ、鼻にできそう。待って、こうして。ご飯だし残しとこ。
これ全国で、でもねこれね期間限定だからみんな急いで急いで期間限定最後これ。京都は京都限定のやつはこれだけど、どっかはおっとっとの牛タン味とかあるんだって。小枝のなんちゃらかんちゃらかんちゃら島塩ミルク、あと九州名産果実味が配中アーソート、あまだねオンライン握手会とお話し会のあの方がまだ12月の23と24は完売させていただいたんですけど、残りのやつがねまだあるので、ぜひ皆さんお話し会とオンライン来てくださると嬉しいです。全完売を目指しているので、昨日スーパーで九州バージョン、いいな食べたい、なんかめっちゃ美味しい、思った以上に美味しかった。これさえ出てない子から黙って見守ってくれた人、本当にさ濡れそうなんだけど、これでじゃあみんなにめっちゃむずい問題ですね。この目は何の公演の時の目でしょうかはい、このあの前髪とかもちょっとあのあれなんですけど、これはココテンかパジャドラか目撃者か何の公演の時の目でしょうか。ちょっと待って、目なんか映ってる、映ってない、いけるいけるか、つぼみか、他はね何もヒントないですね。え、すごい、みんな当たってんだけど、皆さんめっちゃ正解なんだけど、正解はココテンの時のでした。ココテンもう初めて出た時のやつ、本当に僕が欲しかったものかな。でもこれをこうしたらちょうどよくない？魚じゃない、前髪がこうて前髪があ、じゃあちょっと待って、前髪もさ再現してみよう、待ってこうするじゃん、こうするじゃん、でこうしてどう？いけてんじゃない？
はんちゃかちゃみたいな。え、だってどうなってるかめっちゃ気になる。え、ちょっと見たい。後で載せてください、なんかに。待って、怖いんだけど。最後とか言ってさ、無意識に食べてさ、もうなくなった、怖っ。なんで、はんちゃんに覚えてもらって、でもさ、めっちゃメール返信してくれるよね。しょうかったさん、ありがとうございます。でもね、これ全然お腹膨れないから、ご飯めっちゃ余裕だよ。後ろの範ちゃん、え、そうだよ。でもね、これめっちゃ撮るのむずくて、なんかちょっと台みたいなのでこうしてこうやって撮ったんですけど、なんか着物着てるから、なんかあの、なんか体が動かなくて全然。そうだから、もうあとここのパールもつけてもらいました。あの、着付けしてくれる方に、ここのパールもつけていただいて、実は、あ、待って、あ、そう、実はね、ここにね、鶴いるの、髪飾りに。だからちょっとそこも見てほしいなと思います。多分ここには映ってないと思うんだけど、缶バッジとアクスタには絶対金色の鶴がついてあるので、ちょっとそこもチェックしていただけてるな、していただけたらなと思います。そう、浴衣あんま着れないからね。そう、なんか衣装さんがね、あ、メイクさんがね、つけてくださったんですよ。そう、ツルチェックしてみてください。缶バッジが分かりやすいかな。タクシーから降りる、見慣れたな服。うん、ちかささん、クマありがとうございます。ちか、こてちゃん、クマじゃなくてハート、ありがとうございます。じゃか、高井さん、だるまありがとうございます。じゃか、まくりだしさん、バラありがとうございます。じゃか、キャキシャーさん、ハートありがとうございます。じゃか、こうちゃんさん、ハートとジュありがとうございます。じゃか、ラシがおったやつじゃないんですけど、なのでぜひ皆さん福袋チェックしてくださると嬉しいです。13日までなので、そろそろランキングを見たいと思います。そう、今日久しぶりのね、配信だったから、久しぶりにこんな長時間できたかも。
じゃあ13位から読みます。13位、アンニーさんありがとうございます。12位、ランニングもありがとうございます。11位、ルービックキューブさんありがとうございます。10位、エルプリメロさんありがとうございます。9位、ヨッシーありがとうございます。8位、コテッチャンありがとうございます。7位、福岡のジェンさんありがとうございます。6位、アスカさんありがとうございます。5位、つかささんありがとうございます。4位、クロちゃんありがとうございます。3位、ポテチーさんありがとうございます。2位、ブラタレッチありがとうございます。そして1位は、ハンチャカちゃん、ヤスさんです。ありがとうございます。え、10位、あ、6位、アスカさんありがとうございます。読んだよね。ありがとうございました。じゃあまた X 載せたいと思います。編集して。では終わります。今日は来てくれてありがとうございました。バイバーイ。